魔族にも心がある設定だとダメなのかな。早々のフリーレンの物語に深みが出ると思うんだ。悪者にしがたいじゃない。心はある。ちょっとない部分があるだけ。心はあるけど人間とは相入れないってだけだろう。心があるから死ぬ前泣いてたじゃない。リュグナーは怒ってたな。アウラ様と愉快な仲間たちはちょっと魔族ではイレギュラーすぎると思う。あれはなんで入れたんだろう。泣いてみせれば人間は助けるかもしれないって学習してるだけだろう。フリーレンには人間じゃなくエルフだって点はさておき効果なかっただけで。泣いてたのが命乞いってどう読み取ったらそうなるんだ。俺がおかしいのか。500年研鑽積んで無敵だと思っていた魔法で逆に殺されることになってプライドをへし折られた悔し涙だと思ってた。アウラは演技っぽくないんだよな。ジト顔もしてるし表情豊かすぎる。突然変異の珍しい魔族だったのかも。長生きしてモノマネの精度が上がってるだけで今までの被害者たちの表情だぞあれ。シタルクはアマちゃんなので女の子魔族が命乞いしたら助けそう。故郷を魔族の襲撃で失ってるからどうだろうな。フリーレンから昔話も聞いてるし。でも動揺しそう。そもそも魔族には心ある設定だぞ。人とずれてるだけで。でも心があれば人間と仲良くしたいと思うじゃない。そういうの全くないよね。食料だからね。魔族も恋愛とかしてんじゃないの。性別あるみたいだし。いつか人間を好きになってしまった魔族の話とかもあるのかな。食べ物として大好きだよ。ソリテールなんて魔族らしすぎて模範的だよな。あいつはマジで最後まで意思疎通できんと思わせられたわ。ソリテールの人間好きは人間博士ってだけだからな。マハとは分かりかけたけど結局ダメだったのはよかった。ネズミを食べる猫にも心はあろう。心を通わすことはできるからな。魔族は全ての行動が人間を騙す欺く惑わすためだから信頼するしない以前の問題だし。話はできるんだし動物とは違う。でも話ができて意思疎通ができるんだし思考は人に近くなると思うが。そうならないことは作中で散々やってるだろ。魔族は話ができて意思疎通してるふりをして捕食するんだぞ。魔族に本来言葉はいらないからね。本当に人間を欺くため。やけに美男美女が多いのもそうだよね。人間に近い行動は一瞬の躊躇や油断を誘うための策略でしかないんだよな。一番気になってんのがなんか感情ないみたいな風でみんな可愛い服着てるところ。これおしゃれってやってんのかな。死んだら全て消えるから体の一部っぽいんだよな。あるいは魔力で生成してるか。わざわざ噛み合んだりしてるしな。別に人間食わなくても生きていけるがなぜか人間を積極的に殺しに来る不自然な生物だ。騙して殺すのが本能なのかも。人の心を持ってしまった魔族。なんやかんやあって最後は見ず知らずの幼女をかばって消えていく。最後のセリフはだってあの人ならこうしたから。突然変異的に人に近い心持った変人魔族が生まれたとしても長生きできずに死んでそう。相互理解とかもできない生態っぽいし。まあ魔族で人間に近かった魔王すら闘争を選ぶくらいだからな。罪悪感とか共感性の欠如であって魔族タイプの人間が現実にもいるからな。戦時中の兵隊みたいなメンタルと思えばいい。心がないわけじゃない。例えば相手の手足を折るとする。普通は相手の苦悶の表情で不快な気分になるし、人によっては快感を感じるかもしれない。それが一切ないってだけ。要はサイコパス的存在よね。この作品では魔族という私的差別化が図られているからまだいいが、現実では人間社会の中にそうした人間も混ざっているから厄介という。魔族って角があるから判別できるけど世代重ねていくうちに角が目立たなくなったりなくなったりするんだろうな。そう考えると根絶やしにした方がいいなってなる。マハトみたいにそういうものとして扱えばうまくやれるんじゃないかな。マハトなんかは国の要職について領民から慕われもしたんだし、人の心を持てるチャンスはあったのかもしれない。多分それは無理。AI に感情が生まれるようなもんと同レベルでしょう。そういや魔族ってまさに出会いだな。心から人間との共存を望んでいた魔族がこれだぞ。基本的にどうしようもない。そもそも人間殺して何がしたいのこいつら。そういや謎だな。そのせいで人間に駆られまくって数が激減してるのに損しかない。目的がないから不気味な存在なのよ。人を襲って殺す魔物がよりうまく殺せるよう進化したのが魔族だから本能で殺すんだろう。目的は不明なのに無意識にも近い謎の悪意を持って人間を襲うからな。しかも人間には理解できないレベルの複雑な魔法まで使う。魔族は戦略兵器として無秩序に生産されてるんじゃないだろうか。魔族がどういう原理で発生してるのかもわからないんだよな。いつか相互理解が進んで共存するってルートは絶対ないってのが逆に面白いよね。魔族には絶対悪でいてほしい。悲しい過去とかいらない。仲間になるのはアウラだけでいい。
ただどういう形か不明だが、千年後も魔族は存続し、南の勇者もそれは妥協した未来には続くんだよな。マハトの研鑽や過去ソリテールの言動とか見るに、魔族には何かしらの仮想敵がいそうなんだが、語られる日は来るのだろうか。そもそも魔族って喋るだけの魔物やろ。喋るのだって人間を狩りやすくするためで、魚が疑似餌で釣れることが分かったからって魚の気持ちが分かるわけじゃないだろう。人と魚くらいの距離は割とありそうだな。現実でも一部の生物学者が魚に通覚はあるかとか議論してるけど、人類の大半は資源としてしか興味ないし、心はあるだろう。精神構造が人間と違うだけ。少なくとも悪意はない。好き嫌いの概念はある。探求心は種族共通である。知的好奇心は個体によってはある。感情は変温動物にあるものは大抵あると思われる。でも魔族との共存ルートはありそう。じゃないと前知の白鳩さんは何だったのとなる。あれだけ意味深に行動してたんだから、魔族の生存戦略はうまくいくのだろう。魔族もまた進化の過渡期なんだよ。いずれ人類と共存できる生態になるはずさ。魔王もマハと同様に理解深めようとしてたようだし、現時点ではまだ謎がある話題やね。共存の可能性は完全にゼロって前提がある魔族が、人間臭さのある行動をするのが魅力なんよ。絶対に共存できない存在が友好的に接してくるというギャップが、魔族は人間とは根本的に違う化け物って設定を際立たせてる。人間を理解しようとしてるとかあんまり関係ないからな。人間への攻撃性をなくすところをどうにかしないと共存はきつい。わざとか知らんけど、人間とかエルフ側もぶっちゃけ感情薄く見えるから、魔族が感情的な方が面白かった説ある。人類好きなマハトであれやからな、多分無理やろ。姿形にとらわれすぎや。人種と同じ形をしてるのでさえ捕食のためやろ。魔族や魔物は死ぬと塵になって消滅するというのが生物的じゃなさすぎるから、人工的なものという伏線なのではなかろうか。まあサムライディーパー、今日を久しぶりに見て感じただけなんだけど、まあ人とは言わなくとも神とか上位存在が何らかの意図を持って作ったっぽいよね。知りたいのは人間と交配可能かだ。研究熱心そうな魔族が多いから、交配実験くらいはやってそうだな。俺も一肌脱ごう。どいつもこいつも魔族に騙されて食われそうな奴らばかりだ。話の中枢にかかる問題だろうから、善意悪意を持つような設定ではダメだ。そもそも心自体は存在しないわけではない。おそらくこの先とんでもない変化球で価値観をすり抜けようとする下例が出てきて、その行動自体もメインストーリーに絡んでくるだろうし、とにかく魔族が異常な敵である点は当面変わりえない。最終的な魔族の立ち位置はどうなりそうかというと、器が人に変わって人のサイコパスになりました。で終わりか。別次元に所在を強制的に移して放置か。ただ敵対が続く。カドレから変化ね。方向性はともかく細かな予想はできないな。そこ変えたら深みが増すどころか逆だろう。とっつきやすい世界観にはなるだろうが、ありきたりすぎる。